横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。変化球、これは胸元へ。3球目打ちました。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。外れました。インコース懐をえぐります。インサイド落ちました。さあ、そして打席には柳田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。いや、素晴らしいコントロールですね。はい、変化球が決まっています。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど、そういったインコース詰まりました。さあ、そしてバッターボックスには中村が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。いいところから落としてきます。またインロー、今度は見送りました。内へ食い込んできましたが、これは外れます。スリーボールになりました。フォアボールのランナーを出しました。ツーアウトなんです。三塁牽制。インサイド落ちました。まず初球しっかりと見極めました。この球は、ああ、外れました。次が3球目。引っ張った。フォーク。バッターボックスには代打の松田。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ランナーに神経を使いながらの投球になります。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか。とりあえず1球を待つんじゃないですかね。打ちました。ここでホークス守備を変えてきました。さあ、これからホークスが守備につきます。バッターは亀井。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。バッターは DH 柳田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち。打席には3番バッター坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、引っ張った。さあ、
そして打席には丸が入っています。さあ2アウトながら得点圏にランナーを置いています。まあ序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですよね。インコース詰まりました。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは9番に入っている吉田。ベイスターズビハインドで最終、ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは打ちました。打順はトップに帰って山田。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。2球目打ちました。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。アウトコースに送っています。スピードボールを持っています。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、その際を インコース詰まりました。DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターボックスには5番吉田。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。振っていきましたが三振、ワンアウトです。6番バッター浅村、大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。バッターは7番に入っている中村。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。あ、よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。3球目打ちました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。残念ながら DeNA